にちは、アダム・エロペ・ファムプレスの神谷です。本日は女性目線で選ぶメンズのおすすめ春アウターと題し、アダム・エロペ・オムの新作アウターとそれを使用したスタイリングをご紹介します。この情勢を受けて在宅ワークが増えている方も多い中、活躍できるアウターをご紹介します。では出演者のご紹介です。はい、アダム・エロペ・ファムプレスの工藤です。本日はよろしくお願いします。はい、渋谷パルコの池島です。よろしくお願いします。こちらのスタイリングはこれからの季節にぴったりのさらっと羽織れるブルゾンを使用したスタイリングです。少しスタンドカラーになっているので、インナーは首周りがすっきりするように、今回のようなモックネックの T シャツを合わせるのがおすすめです。見えますか？もうちょっと、ちょっと、はい、あ、こんな感じ、首が詰まってる感じと、あとそうですね、スタンドカラーになってます。普通のクルーネックよりもきちっとした印象になるので、清潔感もあっていいと思います。でトップスがオーバーサイズなので、ボトムがコンパクトにテーパードパンツを合わせてみました。こちらのパンツなんですけど、少し光沢感があって張り感もあるので、クタッとならずにカジュアルすぎないけどきちっとしすぎない絶妙なバランスがいいと思います。すごいキャスです。ストレッチ効いてそうですね、うん、形がすごく綺麗なパンツです。ちなみにアウターの着心地はどうですか？アウターいいです。なんかすごいサラサラしてて、肌触りもいいし、あのラミーと、ポリエステルのコンボの素材に、ストレッチが効いてるんで、結構動きやすそうですね。ちょっと見えるかわかんないですけど。あ、手が見えます？透けて見えます。これぐらい薄いんですよ。光にかざすと結構手が透けるぐらい。時間もいいし、でちょっと独特の光沢もあって、結構上品なんじゃないかと思います。そうですね。なんかそれくらい軽いと初夏にも良さそうなアウターですね。こちらのアイテムなんですけど、トスコという創立102年の老舗ファブリックメーカーの素材を使用しているということで、素材にもかなりこだわっている商品ですね。ちなみにまだちょっと肌寒いですけど、インナーのおすすめとかありますか？インナーだと、まあ、ロンティーはもちろん合いますし、あとはコットンのニットとか、うん、シャツももちろん合いますし、うんうんうん、あとはそうですね、こういうちょっとスウェットの、あ、かわいい、クローバーのパーカーとか合わせてもらうと結構いいです。でそのさっきね、紹介できなかったんですけど、うん、こういうシャツカーフ見えるかな？ほんとだ、袖がシャツっぽい感じになってる。シャツカフジになってるんで、結構ちゃんとしてるとこはちゃんとしてて、うんうん、でもそうですね、きちっと感も出せて、いいです。どうでしょう、こんな感じかな。袖をまくるとさらにラフな印象になりますね。どうでしょう、素敵です。爽やかな感じで、ありがとうございます。はい、こちらのブルゾン、お値段が税込みで 15,400 円。カラー展開は今ご紹介いただいたストライプと、今工藤さんが着ているネイビーの2色展開です。ストライプが結構、さっき近くで見ていただいたんですけど、こんな感じ、細めのストライプになってます。見えますか、ね、見えます、はい、うん、ネイビーと、はい、はい、でサイズ展開が M と L の2サイズなんですけど、今工藤さん何サイズを着てますか？はい、僕は L サイズを着てます。あんまりこう肩周りとか、あの身頃とかがピタッとしたのが得意じゃないんで、ちょっとワンサイズ上げて言うたりに着てます。うん、清潔感があって素敵だと思います。ありがとうございます。こちらはレディースでもトレンドのセットアップのスタイリングです。着こなしの幅が広がるので、一つ持ってると活躍してくれて男性にもおすすめです。今回は春に向けて軽やかな素材と明るい色味のベージュを選んでみました。色味どうですかね？ちょっと寄っていただくと、はい、見えますか？見えます。明るめのベージュですね。そうですね、ベージュの中でも結構柔らかい明るめの色合いになってます、うんうん、今ちょっと気温も暖かくなってきたので、明るめのお色が着たくなりますね。そうですね、すごい気分です、うんうん、ちなみにちょっときちっとした印象にしたいなと思って、インナーはバンドカラーのシャツを合わせてます。バンドカラーももしよければ、はい、見えますか？
見えます。結構すっきりとした印象になりますね。やっぱりそうですね、すっきりしてるんですけど、うん、結構抜け感もあって程よく綺麗に着ていただけます、うんうんうん、色もすごい綺麗です。ジャケットの着心地どうですか？そうですね、ジャケットっていうと結構かっちりした印象をお持ちの方が多いかと思うんですけど、うん、こちらに関しては本当に軽さがあって、うん、カーディガン感覚でさっと羽織っていただけるので、結構在宅ワークとかで結構リラックスした中でも綺麗に着用したいっていう方にもすごいおすすめできるアイテムになってます、うん、そうですね。第1弾で紹介してたプルゾンと同じ素材を使ってるということなんですけど、通気性とかも良さそうですね。そうですね、すごい通気性が良くて、うん、結構肌触りとかもサラッとしてるので、うん、これから梅雨時期とかだと思うんですけど、結構梅雨時期でも快適に着ていただけるような素材になってます。うん、確かにストレスなく着れそう、素敵ですね。ちなみに中のシャツなんですけど、ちょっとそちらもご紹介いただきたくて、はい、色とシルエットがいいですね。色もすごい綺麗で、シルエットも少しゆったりしてるんですけど、うんうんうん、やっぱりシャツならではの綺麗な感じも残しつつ、ちょっと素材が特徴あるんですけど、うん、一見麻とかリネンみたいな生地に見えるんですけど、うん、見えますね、バンブー素材っていう竹の素材を使っていて、麻とかよりも生地がすごいしっかりしてて、はい、シワにもなりづらいので、うん、イージーケアっていうところなんですけど、うんうん、今サスティナブルとかの綿花でもすごい注目されてる、うん、アダメドピでも新しく提案したい素材になってます。うん、ナチュラルな素材を使ってるということで、環境にも優しくて着心地も良くていいですね。はい、ちなみに合わせてるパンツなんですけど、はい、こちらもジャケットと同素材のパンツですよね。そうですね、同素材で結構シルエットがすごい特徴的かなと思うんですけど、うん、すごい綺麗ですね。はい、意外とゆったりしてるんですけど、程よくテーパードが効いてて、うんうんうん、楽に履けてスッキリ見えるパンツっていうと探すとあんまりないかなと思うんですけど、うん、こちらに関しては程よくゆとりもあって楽に履けるかつ綺麗に見えるので、うんうんうん、パンツ単体でもすごいおすすめしたいアイテムになってます。うん、結構いろんな体型の方に合いそうな感じですけど。そうですね、結構ゆとりがあるのですごいシルエットが綺麗に見えます。うん、今はスニーカー合わせですけど、レザーのシューズとか合わせるとまたきっちりとしたイメージになりそうですね。そうですね、本当にレザーシューズを合わせていただければお仕事とかでもおすすめできるアイテムになってます。うんうん、そうですね、なんかきっちりとして見えるけどリラックスした着心地の良いスタイリングになってますね。そうですね、はい、こちらのジャケットなんですけど、お値段が税込みで 17,050 円、カラー展開がネイビー、ストライプと池島さんが今着ているベージュの3色展開です。はい、ちょっと言った方がいいですか？はい、ぜひぜひ。じゃあ色味がこういった感じ見えますかね？はい、見えてます。ストライプがプルゾンと同じ細めのストライプになってますね。はい、そうです。はい、でサイズが M と L の2サイズ展開なんですけど、池島さんは今何サイズですか？はい、僕は結構ジャストサイズが好みなので M サイズで着てます。うん、シルエットも綺麗で爽やかで素敵なスタイリングですね。ありがとうございます。本日の配信いかがでしたでしょうか？今後も配信を続けていくので楽しみにしててください。ご視聴ありがとうございました。